ジョルジュ・コンスタンマン・ジュークは、カメルーン・ドゥアラ出身のプロサッカー選手。カメルーン代表。ポジションは、ミッドフィールダー。2007年夏、カジスポーツアカデミーから、VFB ・シュトゥットガルトに移籍。7月25日の DFB ポカール、バイエル・ミュンヘン戦に途中出場し、移籍後初出場。2007から08シーズンのシュトゥットガルトでの公式戦出場は、 この一試合のみに終わった。2008年1月30日に、ブンデスリーガの1、FC、カイザースラウテルンにシーズン終了までの契約で、レンタル移籍。2月1日のボルシアメンヒエングラートバッハ戦で、移籍後初出場。2008年8月28日の UEFA カップ、j l トー FC 戦で復帰後初出場。 9月13日の TSG1899 ホッフェンハイム戦でブンデスリーが初出場。2009年7月、2090シーズンいっぱいの契約で再び、カイザースラウテルンにレンタル移籍。2010年6月29日、スタッドレンヌに移籍。移籍金は120万ユーロ。2013年6月、トルコのカイセリ LGS スポルに100万ユーロで移籍。 2015年8月31日 FC メスに移籍。北京オリンピックではグループステージの韓国戦で途中投入からゴールを挙げた。同じくグループステージのイタリア戦ではアントニオ・のチェリーノを踏みつけたとして退場処分を受けた。ありがとうございます。